こんにちは。今回はディシアのまとめ動画の第2弾、爆発を軸としたアタッカー型ディシアの編成をまとめた動画です。よろしくお願いします。様々な方がサポーターとして扱うことが多いディシアですが、今回はあまり動画などで取り上げられる方は多くはない元素爆発を用いたアタッカーとしての運用をメインとして想定した編成や動き方などをご紹介していきます。異界のしるべも1年越しに復刻が来ます。ぜひこのタイミングに一度育成してみてはいかがでしょうか。1年間で様々な相方やサポーターが増えたディシアの編成ですが、改めてその編成をまとめていきましょう。よろしくお願いします。では編成紹介の方に移ります。今回はディシアをメインで運用していく編成を10個ご紹介していきます。今回の編成は大きく分けて3つ、炎元素キャラクターで統一したモノパイロ編成、フリーナの実装により幅が広がった蒸発運用編成、シュブルーズによるカフカ編成、この3つをカスタマイズしたものをそれぞれ3種類ずつご紹介。最後に一応念のためという形で関羽による落下編成を含めた10種類をまとめていきます。また今回の動画はそれぞれの編成を5つの項目に評価し、パラメータ表記で示していきます。評価項目はディシア自身がどの程度の火力を出せるかを示す単体火力、編成全体でどの程度の火力が出るのか、主にディシア以外の火力がどれぐらい出るのかを示す編成火力、ディシアの爆発がどれぐらい回るのか、スキル回しなどをどれぐらい考えることが必要なのかなど、編成を動かす上での QOL を示す快適度、ディシアだからこそできること、ディシアの強みをどれぐらい活かしているのかを示す独自性、そしてガチャや厳選にかかるコストの安さ、再現のしやすさなどを示すコスパの5項目です。つまりこのサンプル編成はディシアがサポーターによりめっちゃ強化されて、そのサポーターたちもめっちゃ火力出して、しかもディシアの爆発がすごい回しやすくて、その上ディシアじゃないとこの編成は成り立たなくて、しまいにはディシア以外全員星4である、そんな編成です。はい、とまあ見てもらってわかる通り、かなり感覚的な評価項目ではありますが、そこは1年間ディシアをありとあらゆるわけのわからん編成で使ってきた私の判断にお任せください。編成の紹介に入る前に事前知識です。ディシアの生物は基本的に言及がない限り絶縁4か下界4のどちらかにしてください。チャージが厳しいと感じるんであれば絶縁、編成で余裕がありスキルでも火力を出したなら下界です。時計は編成によってまちまちですが、杯は炎ダメージバフ、冠は会心系を持ってください。フリーナが折ってバフめっちゃあるんやけどなーっていう場合でも、基本的にはディシアは炎元素ダメージ杯を持ってください。また爆発型で使う際のチャージ効率についても軽く言及しておきましょう。大まかな目安としてディシアはチャージは4凸未満なら180から 200% を基準にしてください。これが結構重いんですよね。4凸したらここから 40% 減、ライデンが入ったらここからさらに 40% 減といった感じです。ディシア本人だけで何とかしたい場合はチャージ時計と清風体験、あと絶縁4セットを持ってください。このチャージ問題を他のキャラクターで補おうと意識するのであれば、例えば清風剣を持ったカズハを採用するならディシアの武器をチャージ以外の武器に変えたり、またチャージ時計じゃなくて攻撃時計を持ったり、ライデンと組むんだったら絶縁4とサブステの20から 40% ちょっとで足りるんで、攻撃時計と火力武器を持つことができたりとかします。チャージ問題をどうにかして解消できれば、あとは自由な武器ビルドの選択を行ってください。では編成紹介移っていきましょう。モノパイロ編成、ディシアを使うならまずはこれといったようなテンプレ編成です。炎元素キャラクターで統一することによってディシアやシャンリンの火力を上げ、表に立つことが苦手なシャンリンの代わりにディシアがタンクとして動く編成ですね。一家に一台あるレベルのカズハ、あとはベネシャンの2人を使っているため、ディシアを初めて使う人にとっても進めやすい編成です。炎元素キャラクターが3人と多いため、爆発が重いとされるディシアでも爆発が比較的回りやすいのもいい点です。4凸していないよという方に関しては、だいたいチャージ 180% 前後盛れば爆発がずっと回り続けるようになるかとは思います。またカズハに清風剣なんかを持たせてあげれば、ディシアが火力武器を持ったとしてもチャージが回るなんてことも普通にありえますので、よかったら参考にしてください。ディシアで火力を出したいのか、ディシアの爆発をちゃんと回したいのか、個人個人の悩みに対して対処しやすいカスタム性の高い編成です。モノパイロ編成のアレンジ1つ目、妖怪ダブルアタッカー編成です。ディシアの爆発のクールタイム中に火力を出せる氷元素キャラクターを組み込むことで、双方がアタッカーとして働き、ダブルアタッカー編成として組んだ構築です。私はよくロサリアと一緒に使っています。ロサリアで会心率を上げることができる分、ディシアのステータスをチャージにちょっと回すことができるんですよね。
またディシアが貫突していない場合、どうしても爆発の時間は短くなっています。貫突していない時のニートタイムをロサリアなどの氷元素キャラクターで火力を出せるというのはいい点だったりします。ベネットが貫突しているんであれば、通常攻撃が炎元素になったロサリアでいい感じに妖怪で火力出せたりします。またこの編成、別にロサリアじゃなくても大丈夫です。氷元素キャラクター、例えばリオセサリのようなキャラクターと一緒に組むこともできます。シャンリンの編成と比べて氷元素キャラクターもちゃんと火力を出せるよう育成する必要があるため、かなりコスパという点では悪くはなってしまいますが、自分で使いたい氷元素キャラクターがいるのであれば案外組んでみてもいいかもしれませんね。リネ・ディシアのダブルアタッカー編成です。モノパイロ編成を使ってくださいねという風な感じで実装されたリネと一緒にディシアを組み込んでみた編成です。炎元素キャラクターの中では味方に中断耐性を与えるという効果がかなり貴重です。銃撃主体で火力を出していくリネですが、この中断耐性があるかないかがかなり大事になってきます。ディシアの元素スキルによる中断耐性の効果時間に関しては9秒と短いですが、リネはこの間に4発の銃撃を撃つことが可能です。4発プロップを獲得した後はその後爆発スキルという風な感じで高火力コンボを叩き出すことができます。リネが爆発が終わったら、ディシアのスキルのクールタイム回復まではディシアの爆発でお茶を濁す編成となっています。ディシアの爆発にベネットの爆発を合わせづらい点が若干難点として上がります。故にディシアの単体火力の方の評価を下げさせていただきました。編成火力としてはなかなか出るんですが、あともう一つ問題点が、ディシアの枠、これ勝利に変えた方が火力出ちゃうんですよね。アイデンティティどこ行った。ディシアを使う編成としてはなかなか強いんですが、ディシア以外の選択肢が強いという結論に至ってしまったため、このような評価となりました。というわけでモノパイロ編成のアレンジまとめです。ディシア実装時からバージョン 4.2 が始まるまでの約7ヶ月間の間はこれらの編成が主流でした。編成の火力自体がベネシャンに依存していたり、まあ他のキャラクターを組んだ方が強いようだったり、結構辛い時期でしたね。ですが今進められないかと言われればそうではありません。ディシアを初めて使う場合はモノパイロシャンリン型が一番使いやすいとは思います。今からリネ引けようとかは言いませんが、もし持っているのであれば一旦試してみるのもありかもしれませんね。めっちゃスキル回し難しいね。そこだけは要注意です。ではここから先はバージョン 4.2 です。過剰なダメバフと蒸発反応を手に入れたディシアの世界を見ていきましょう。では参りましょう。フリーな実装後の世界です。蒸発運用、資料過激弾。爆発の使用によりユクアキやイエランと一緒に使うことは基本的にはなかったディシアですが、そのディシアがついに蒸発を手に入れたという編成です。フリーナの実装によってディシアの爆発が蒸発反応を起こすことができるようになりました。これ以前でもできなくはなかったんですけども、ニーロのスキルそれだけのために打つとかだったんですよね。じゃあディシアの蒸発反応で火力めっちゃ出したいよなっていう編成です。またこの編成のコンセプトとしてコスパをめちゃくちゃいい編成にしたいというものもありました。フリーナは無凸でも大丈夫、バーバラは配布、ベネットはみんなが育成している、ディシアに関しては持ってる武器は星4のウサイです。そんなお手軽な編成でありながらディシアの爆発最終弾が10万を超えるというのはなかなかロマンがある編成でした。今回のお試しでは火力が出るようウサイを持っていますが、チャージが回らなくてきついよという場合は絶縁セーフをちゃんと持ってあげましょう。蒸発反応で火力が出ることに関しては変わりません。ちなみにバーバラ・ベネットというダブルヒーラーであるためフリーナの HP 減少も案外気になりません。また水元素全体回復を即時に行うことができるキャラクターということも相まってバーバラを採用しています。フリーナの凸が少なかったとしても運用できますので、ぜひお試しくださいませ。まあ最終弾結構いい火力出るんでね、ほらね。蒸発運用、愛されモナ入りです。先ほどの編成のバーバラをモナに変え、金箔と愛され少女で回復を行うヒーラーとして扱っています。火力としてはこっちの方が高くなります。回復を金箔モナと単体回復のベネットに依存しているため、パーティー全体の安定性といえばさっきの編成よりは劣ってしまいます。また先ほどと比べて回復量が微量であるためテンションの獲得に関しては得意ではありません。このモナの枠をカズハに変えてヒーラーをベネットに依存するというものもあるんですが、それに関しても同等ですね。欲を言えばフリーナの2凸が欲しいところではあります。うちのフリーナは1凸のテンプ7で運用しています。カズハと一緒に使う際に関してはベネットフィールド上で爆発を打ってしまうと炎拡散になってしまうため、それだけは避けるように注意しましょう。またこれはフリーナ使ってる時のあるあるなんですが、案外フリーナって蒸発運用する時に炎元素アタッカーと組みにくい特徴があるんですよね。水元素の付着量が足りてないんですよ。
そういう意味ではディシアにとってはフリーナは蒸発運用をする際の最高の相方と言っても過言ではないでしょう。ディシアの火力を高めていきたい方はぜひ参考にしてください。蒸発運用の亜種、ジン入りのサンファイア編成です。何が亜種やねんという話ですが、これに関してはディシアで蒸発はできません。しかしディシアで蒸発はできないものの、モノパイロ編成並みやそれ以上の火力を出すことができるためこのように扱っています。ディシアとベネット・ジンによるサンファイアによって炎元素の付着状態が過剰に起こります。そこに対してフリーナのスキルで火力も出しちゃおうという編成です。また炎元素の拡散が容易に起こるため、ディシアに対して水力デバフが簡単に入ります。まあちょっとサンドバッグとして選んだリアム君がこのエリアからガンガン離れていっちゃうんで相性は良くないですけどね。今回のこの編成ではジンに制風権を持たせることによってフリーナが火力武器である聖剣の鍵を持つことができるようになっています。先ほどまでの蒸発編成と比べてディシア本人の火力は落ちていますが、その分フリーナが火力を出しています。またディシア目線で見てもフリーナのバフとジンの水力デバフ、あとベネットのバフによってなんだかんだでモノパイロと同じぐらい火力が出ます。ディシア本人が火力を出す必要があるためしっかり育成は必要ですが、それが終わっている方にはおすすめです。なんか今フリーナ6万とか出てましたね。うん、こういうことです。というわけでフリーナリーの蒸発編成のアレンジまとめです。どの編成をとってもディシア本人が出せる火力としてはなかなか高くなったなという印象です。やはり蒸発反応は偉大ですね。とは言ったものの、ウサギを持ったりすることによって熟知に関する意識を向けねばならなくなったりとか、そういう点でチャージがおろそかになってしまうことが多い印象です。ディシアを運用するにあたって一番大事なのはチャージです。そこだけは忘れないようにしましょう。比較的どの編成に関してもフリーナさえいればなんとかなる編成が多く、そのフリーナも無凸で大丈夫というのが強みだったりします。工場キャラクターが結構多かったり、星4キャラクターが多かったり、星5武器の必要性がなかったりするんですよね。ディシアで高いダメージを見たい方はぜひお試しください。とここでバージョン 4.2 が終了です。この時点でもかなり満足していたんですが、もう一段階ディシアはさらなる強化を残していました。私一押しの編成です。では参りましょう。第3の選択肢、カフカ運用です。ライデン・ディシア、カフカ編成。バージョン 4.3 後半にてライデン将軍と共にピックアップされたキャラクター、シュブルーズ。カフカ反応を強化するこのキャラクターがディシアの編成に新たな光を見出しました。もとより中段耐性を持つ元素爆発で火力を出すことができるサポーターという点までそっくりだったディシアとライデン、その2人をカフカ反応を架け橋として持ってきたのがシュブルーズ。元素チャージ効率の問題から解き放たれたディシアがめちゃくちゃに暴れ始めた編成です。ディシア、ライデンともに爆発による完全中断耐性を持ち、スキルでディシアが味方全体に中断耐性を巻くことができます。これによって敵の行動に左右されることなく、基本的に吹っ飛ばされることはあまりないという環境まで作ることができました。少なくとも他の炎元素キャラクターで同じようなことは現状ではできません。ディシアの独自性が遺憾なく発揮されている編成でもあります。また火ダメに関してもシュブルーズの回復とディシアのダメージカットでライデン将軍自体も安定します。またチャージ効率が基本的に不要であるため、武器に関する選択肢も極端に増えます。特におすすめはこのアクオーマル。アクオーマルの凸が進んでいる場合、最大で 72% の爆発ダメージバフを得ることができます。こうなると何がいいかって、ファントムハンター4セットをディシアが持てるんですよね。武器で攻撃とダメバフを、編成でチャージ効率を、生物で回心率を補填できるという時点でめちゃくちゃ強いディシアが作れます。私の現環境での最強編成はこちらです。九条の枠は正直誰でもいいんですけども、まあ貫突八重様なんていたら、まあそこは強いわなっていう感じですね。ディシア、八重、ライデン全員がすんげー火力出して敵が一瞬で溶けていきます。サンドバッグが足りません。そんなこんなですが、シュブルーズに関しては無凸でも全然大丈夫です。貫突していたらさらに美味しいんですけどね。まあ無凸でもやっていけなくはないです。前回のライデンガチャ引いてシュブルーズとライデンを持っているという方はぜひお試しください。ディシアの常識がかなり変わってきます。シュブルーズ持ってないよっていう場合でもライデンを使いたいならこちら、ライデン・ディシア・モナ・フリーナです。大体わかるかと思いますが、先ほど紹介した愛されモナ入りの蒸発編成のベネットの枠を将軍に変えた感じになってます。どちらかというとこの編成に関してはシュブルーズが来るまでにライデンと組むんだったらこういう編成だったよねということを確認するための編成と思ってください。ディシア本人はチャージ効率を盛る必要はないんですが、残念ながらモナとフリーナがめちゃくちゃチャージ効率を必要とする編成になっています。
ちょっとね、ディシアの爆発、ライデの爆発、最後まで打ち切ってしまうとモナフリーナのバフ時間が足りないんですよね。そのためディシアの爆発の後モナフリーナ、ライデの爆発の後モナフリーナって感じで毎回爆発を打つ必要があるんですよ。今回だったらフリーナが清風剣で 250%、 モナが金箔で 190% ぐらい持ってます。まあどうしてもディシアとライデンを一緒に使いたい、でもシュブルーズ1体も持ってないよっていう場合はこういう編成になります。ディシア単体が与える火力に関してもベネットがいない分火力としては落ちてしまいますし、何せねライデン将軍の火力が低下してしまうんですよね。どちらかといえば攻撃が足りないライデン将軍にとってはベネットが抜かれるっていうのは案外痛手だったりします。めちゃくちゃ強くおすすめできる編成でないことはご承知ください。逆にライデンいないけどもカフカ編成組みたいですっていう場合はこういう感じです。ライデン将軍がいない分チャージ効率に関してはちゃんと普段通り盛る必要が出てきます。私のこの編成の場合はチャージ効率がディシアで 145%、 先ほどまでの編成は 110% 程度ですね。ディシア貫突していてもこの編成で爆発を回そうと思うとチャージ効率が必要ということは覚えておいてください。シュブルーズの魅力の一つでもある耐性ダウンですが、これはカフカを起こしてから6秒間という短い時間になっています。常に安定してデバフを行うためにもちゃんと雷元素キャラクターも編成してあげましょう。またこちらの編成ですが、ディシアの爆発が延長されていない、貫突していない方の場合に関しては無防備な時間が多くなってしまうというデメリットがあります。ディシアの完全中断耐性9秒間、爆発の4秒間、爆発カットインと合わせてもディシアのスキルクールタイムには間に合いません。こうなってくると編成として恐ろしいのが、その間にめちゃくちゃ殴られて誰かがやられてしまうということです。この点もライデンの中断耐性に任せて中断耐性をループさせることが強いよねという編成でした。というわけでまとめです。この編成に関しては基本的にはライデン・ディシア・カフカ編成を軸として、あとは妥協といった感じです。ライデン・ディシア・シュブルーズの3人の相性がめちゃくちゃにいいので、そこにあとは誰を合わせるかという話が詰めどころかとは思います。個人的には凸が少ない八重様を入れるぐらいであれば九条さんでバフをしてあげる方がおすすめです。また先ほども述べていますが、中断耐性のループやディシアの爆発が回ることに関してはシュブルーズが無凸であっても何ら問題はありません。どの編成見てもわかると思いますが、快適度がかなり高くなっています。すっごい使いやすいんです。螺旋とかで例えば爆発を使って終わってしまった後でライデンの爆発を使えばディシアの爆発がたまり直すよねとか、そういう場面がいいんですよね。もしよければディシア、ライデンプラスシュブルーズにあと一人のカスタムを楽しんでみてください。というわけで最後の編成に参りましょう。ちょっと訳あり編成ですね。見ていきましょう。さあということでやってまいりました問題児落下型編成です。ディシアが無凸だったとしてもめちゃくちゃ高い火力を出すことができる編成ではあります。火力が出るならいいじゃないかという話ですが、問題なのはその独自性について。落下攻撃倍率に関してはほとんどのキャラクターで両手剣では同じです。倍率がもともと低いと言われているディシアに関してもそこに関しては同じなんですよね、他のキャラクターと。ですが両手剣キャラクターの中で炎元素キャラクターまで一致していて、ディルックというキャラクターがさらに上回る落下倍率を持っています。だったらよ、これディルックでやればよくねって、まさにその通りなんですよね。一応ディシアでやる強みとしては元素スキル、元素爆発、落下攻撃の3つを使えば中断耐性が常にかなり高い倍率で取ることができます。ただですね、その運用の際に用いる元素爆発の火力が落下攻撃に劣ってしまうんですよね。まさに尊厳破壊っていうのはこういうこと言っちゃうんでしょうねっていう感じです。正直ディシアでやる必要性はないですが、それでもディシアで火力を出したいというのであればおすすめかなとしておきましょう。とこんな感じで動画中ではかなりボロクソに言っていましたが、配信にて一回検証してみました。もしかしたらこの編成まだまだ奥が深いかもしれません。世の中では私含めてこの編成に関してはディシアの落下攻撃だけを使うというふうに思っているかもしれませんが、爆発交えたら案外使えないことはないことが判明しました。実は編成としては関羽を陣に変えている編成と変わらず、なんならそこに加えてディシア側で蒸発ができちゃってるんですよね。爆発使ってても関羽と共に使っていますが、あくまでもこれはおまけと捉える感じです。爆発のクールタイム中にもディシア本人でバカみたいな火力を出すためのおまけとして考えています。ただこのためにはディシアの爆発とベネットの爆発をしっかり回したり、清風剣2本使ったり、挙句の果てにはベネットチャージ 300% で使っています。少なくとも全人類にお手軽に進められる編成ではないことだけは確かですが、この編成に関してはもうちょい検証が必要だと思います。ということでディシアの編成を10個ご紹介しました。今回お出ししたものに関してはそこそこいい編成をご紹介したつもりですが、これ以外にもまだこれはいけるんじゃないかという研究段階のものもわりかしいっぱいあります。
正直なとこディシアを爆発アタッカーとして使ってる人ってそんなに多くないんでね、研究が全然進まないんですよね。もし今回の動画で興味が湧いて、まあ異界のシルベ引いたっていう方とかね、ぜひいろんな編成試してもらって、こういうのがいいんじゃないかというかいういい案があれば教えていただけますと幸いです。超ざっくりといろんな編成を紹介してきましたが、今回はここにて終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。